走れば転倒、いじれば故障。そんなわてくしのバイクに聞き。カーネル、バイクチャンネル。前回の動画で、コンロッド締め付けを行いました。今回はクランクケース締め付けから補機の取り付けまでお見せしようと思います。すでにバランサーは付けてある状態からです。クランクケースを合体させる前に、液状ガスケットを塗っていきます。前回組んだ時は、パーマテックスというメーカーのものを使用したのですが、大きいチューブなのに、ほんのちょっと使って固まってしまったので、今回はキタコの小さいチューブの安いやつを使いました。塗りすぎてもダメ、隙間があってもダメ、血行神経を使う作用です。できた。塗ったら乾く前に組み立てる必要があります。時間との勝負です。変なところに触れてガスケットが付着しないよう、慎重に乗っけていきます。素直に入りました。あまりにも素直に入ったので、ノックピンやオリフィスを入れ忘れたんじゃないかと、心配になりましたが、後から映像で確認したらちゃんと入ってました。よかった。新品のボルトにもリッペを塗ってから、クランクケースに入れていきます。締めます。トルクをかけます。指定の角度締め付けます。HRC 指定の締め付け方法は20ニュートンメートルから60度で2回です。はい、もう一周。二周目はデータ取りとして、指定角度締めた時にどれくらいの締め付けトルクになってるのか、測定しながら締め付けました。思っていたよりも、安定した数字でした。締め終わった状態です。洗浄した綺麗なクランクケース、いいですねー。補給類をつけていきます。リリーフバルブ。オイルポンプ。おっと、クランクケースの残りのボルトもつけなくちゃねー。締めて。トルクかける。オイルストレーナー、刺すだけです。センダボのオイルパンは液状ガスケットでシールするタイプです。ぬりぬり。位置を合わせながら慎重につけていきます。
閉めて。対角でトルクをかけていきます。確認。オイル点検窓。オイルクーラー。ひっくり返します。ああ、オイルこぼれたー。クランクケースのボルトをつけていきます。シフトリンケージです。シール類は交換です。ここは紙ガスケットですねー。閉めて。トルクかける。カムチェーン、テンショナはうまく撮影できてませんでした。これはスタータークラッチ。ウォーターポンプです。裏からオイルポンプを回しながら入れていきます。閉めて。トルクかける。ジェネレーターです。ここは液状ガスケットを塗り塗りします。磁力が超強力なので、怖いんご。閉めて。トルクかける。スターター。閉めて。トルクかける。次はトランスミッションです。すでに車体にエンジンが乗っていますが、編集の都合で順番が入れ替わっています。ミッションのシャフトのシールにグリースを塗り塗りしときます。オイルのオリフィスを先に入れるのですが、ここで部品を落としたらどうにもならないので、ドキドキです。刃の欠けなどはチェックしましたが、今回分解はしてないので、そのまま差し込むだけの簡単なお仕事です。ノックピンで硬いのです。このトランスミッションホルダーも、クランクケースと強化鋼なので、穴位置も精密です。閉めて。トルクかける。
イルポンプのスプロケとチェーンつけて、はい、オッケー。次はクラッチ、ハウジング。ここは以前やらかしているのでしっかりと確認します。ワッシャー、ワッシャー、ハブ、玉っころ。プレート、ドラム、ディスク。焼けてるなぁ、鳴らし終わったら交換かな。シート、スプリング、プッシャープレート、スプリング、スプリングプレート、ベアリング、ナット、締める、トルクかける、ベアリングホルダー。あと少し、頑張れ、ワテクシ。締める。トルクかける。アイドルギア。ワッシャ。クラッチカバーにガスケット塗り塗り。液状ガスケット嫌いなんだけど、なんかいい方法はないんですかねー。外したとき、超大変なんですよねー。ボルト入れる。締める。トルクかける。タイミングホールキャップ。トルクかける。呼吸類をまとめたかったので、ミッションとクラッチまでを動画にしてみました。乗れるところまであと少し、何事もなく無事に動いてくれるといいのですが。今回の動画はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。またねー。結果。動画だと超簡単そうに見えるね。